今日は延岡市の大瀬町一丁目にありますロリエ二人さんの方にお邪魔いたします。それでは店内の方に今からやっていきます。ケーキとチョコレート、今日はバレンタインデーということで特集いたします。それでは店内に行ってまいります。皆さんこんにちは。それではですね、店内にただいまやってきました。もうすごいいい香りでですね、店内はですね、まとめてケーキとかですね、チョコレートとか盛りだくさんありますので、ただいまから紹介していきたいと思います。オーナーパティシエさんであります、ロリエ二人の二人さんです。はい、よろしくお願いします。はい、ね、もう素敵な店内ですね、こちら。そうですね、あのバレンタイン前だね、いろいろショコラのスイーツがたくさん並んでますね。はい、そうですね、もうあのバレンタインデーということでですね、ポスターとかですね、可愛らしい服ですね、貼ってありますね。でケーキなんかもですね、いろいろ入れてて、まあ、ピンクとかすごく可愛いのがめちゃくちゃあります。今日はですね、こちらの方にまず一番最初に来た時に目を引いたのがですね、じゃじゃじゃーんということで、こちらはチョコレートガナッシュですね。そうですね、あの中に生チョコの入ってるガトーショコラのようなスイーツになります。しっかりずっしり感もあり、中に生チョコが入ってるお菓子なんで、これあのちなみにベンチでチンしてもらったら本田チョコレートが入ってます、はい、中からとろっとお菓子で、はい、あの時々ですね、私もあの下見さんのファンで、フェイスブックを見てると、こちらの方が出てきて、電子レンジで1、2分ですかね。そうですね、600ワットで1、2分で、はい、チンしていただくと、はい、ポカッと見てガナッシュ、もう味でですね、もうすごく私チョコレート大好きなの でこちらの方見ていただくとズズズーンと、はい、なんかすごいしっとりしてますね。そうですね、はい、うん、美味しそうですね。で先ほどもいろいろ試食をしちゃいました。はい、あのこちらもですね、後でちょっと食べるレポートをなんかしてみたいなと思ってますけど、ちょっとないこちらではなくてもいろいろですね、はい、試食、はい、楽しみたいなと思っています。それでは現在、次に続いてですね、やっていきたいと思いますが、こちらの生チョコスフレロールっていうのがあります。そうですね、これはあのスフレタイプのチョコレートスポンジで、はい、この期間だけのバレンタインまでの限定のロールケーキになります。はい、皆さん、バレンタインデーまでですよね。もうあと、そうですね、あともう少しですね。そうですね、今週の、そうですね、今週ですね、はい、はい、あのお母さんがお父さんにプレゼントして、で家族でみんなで食べちゃおうというような、はい、もうこれだったらですね、もうペロリ食べてしまいますね。私あの一人でも時々食べちゃうんですよ、ペロリ。1300円ですね。はい、税込みで食べれたりします。はい、ですね、それからダントリーフ&生チョコ、私の好きな生チョコがここに。そうですね、あの生チョコに関しては、うん、僕が一番あの美味しいと思ってるカルマチョコを使ってるんで、あ、スイスの、うん、これが本当に 1.1 キロで、3000いくらという、本当に、はい、うん、非常にあの美味しいチョコレートになってます。価値がありますよね。そうですね、はい、はい、あの宇多美さんは海外にもですね、いやいやいや、そんなことないです、はい、お勉強家なんですよ。それでいうとこちらの、 あの、うん、マドンナっていうこれ、うんうん、ハイヒールの方なんですけど、これちょっとフランスであの、うん、買ってきて、あの日本じゃこのサイズないんですよ。だからちょっとあのちょっと特殊なチョコレートなんですけど、ちょっとバレンタインデーでちょっとこういうチョコレートを販売したいなと。あの結婚式とかではよく使ってたんですけど、こういうでも販売するのも初めてなので、ぜひ、まあ、食べてもらってもいいし、飾っていただいてもいいかなと。ちょっとですね、アップしちゃっていいですか。中を見てください、皆さん。じゃんじゃん。このあのヒールになっている部分が、ほぼホワイトチョコレートなんですね。そうですね、はい、ホワイトチョコレートですよ。
で、あの中にほらチョコレートが宝石のように入ってますね。なんか本当にあのこれをね買ったらなんかシンデレラに一日に慣れちゃうような感じですよね。飾りでもねすごく素敵ですよね。はい、そうですね。はい、これもフェイスブックで見ちゃいました。ちょっと興味がありましたね。マドンナって言います。名前もすごい素敵な名前ですね。1800円だけどずっと、ね、飾っておかれるという、ね、中身はちょっと食べちゃう、はいはい。いい香りがすごくします、ね、先ほどいただいたのはスプレーロールいただいたんですけどね、美味しかったですよ。もう一つですね、これショコラマカロンですね。チョコレートのマカロンってうちこの時期しかやらないんですよ。あのいつもだったら5種類やるんですけど、ちょっとバレンタインなんでこのチョコレートのマカロン、はい、嬉しいですね。うちであのそうですね、あのチョコレートマカロンが毎年楽しみにしてるお客さんもいらっしゃるので、うん、非常に喜ばれますね。はい、そうですね、はい、チョコレート好きにはたまらないです。色がね、色とりどりありますけど、チョコレートも本当に珍しいですね。皆さんぜひチョコラマカロンね、5個入りで80円です。ぜひこれバレンタインでもいいですよね。チョコレートの味がしますもんね。なんか限定品がなんかバレンタインの限定品がたくさんあってお気に入りになってきました。はい、皆さんなんかこちらですね、はい、マカロンチョコレート、これが確かあのこのマカロン5個入りの1080円の中にね、見てると一緒ですね。うん、美味しそう。で、あと生チョコレートですね。生チョコ、さっきの生チョコもいたよ。少しよだれが出てきました。ダイナゴンカステラですね。なんか大きなダイナゴン、お豆がたくさん入ってますね。で、珍しいですね、ダイナゴンの。あと、ケーキ、ラウンドケーキとか。で、あのフルーツが入ってる。美味しそう。ブランデーケーキ、ラムチーズケーキかな、すごくね、チーズがたくさん入ってるんじゃないかなと思います。で、あとここがバレンタインデーで皆さん、このチョコレート、ね、たくさん種類がありますね。これ買いに来てください、皆さん。ね、可愛らしいですよ。たくさんの種類があります。こちらは何でしょうか。じゃじゃーん、スイーツですね、うん、わー、美味しそうです。アップルパイね、もうこれほとんど朝からですね、フラグ、売り切れ状態です。わー、こんなケーキ見てください。二人さんがよく海外に行ってね、お勉強されてますね。サマーナっていうね、ケーキがそうですよ。肉すごく変わってますね。素敵です。うん、あ、これは女性大好きな、ね、モンブランに似たような、ね、栗タルトです。確か上に栗が、ね、なってますよ。あとは定番のケーキですけど、いちごケーキ、いちごが本当に、ね、真っ赤ですね。うん、新鮮ないちごがなってます。あとショコラブリュこれも美味しそうですね、うん、あ、これは普通のモンブランだけど、ね、モンブランのクリームがですね、しっとりでたっぷりスルーとかかっています、ね、食べてみたいですね。皆さん食べたいでしょ。バレンタインデーでいただくことがいいですけどね、うん、あと九州チーズすごい、あ、チーズがスルーですよ、うん、やつや感動ね、本当に美味しさを出してますね。これなんですか、いちごのなんですかね、ミルフィーユみたいな感じですね。あ、タルトです、タルト。下があの生地がタルトになってますね、生クリームでしょ。美味しそうですね。あとカスタードロール、お、すごく大きいですね、カスタードロール。うん、これは一人でもなくても二人くらいで食べられたらいいなと思います。じゃあ、それで私がこのラインナーの、ね、からデコレーションケーキなんですけど、こちらを5本サイズ、こちらもいただきました。半分ぐらいをですね、ペロリ食べちゃいました。すっごくですね、生クリームが
あのふわふわしてるんですよ。で、甘すぎず、お口の中に入れたら、もうふわーっととろけて入ります。うん、一人でもあのワンホールいける方は、ペロリと食べられるんじゃないかなと思っています。で、フルーツがほら、いっぱい入ってますよ、盛りだくさん。で、中にプリンまで、ね、贅沢ですね。実際です。このブドウも、すごく美味しかったです。香りに負けちゃいそうですけど、後でちょっといただきますけど、チーズ饅頭ね、あとこれ売り切れですね、すごくね、あ、こっちにありました、チーズ饅頭ね、宮崎のメーカーで一番有名ですね。あとクワッね、よく食べたことありますね。それからお店の城下町の城下っていうのがあるんですね、うん、フレッシュバターね、どんな味なんでしょうか、それから久々のところで、あのよくあの久々さんのマスコットキャラクターになっているのはこのひむかのなっちゃんっていう、はい、こちらですね。なっちゃんかわいらしいですね、このキャラクター。うん、なんか、いや、二人さんのお子さんの、ね、がモデルということで、ね、可愛らしいです。で、あと、高千穂、シワローズ、ね、くるみさんのきなこ、ね、これも本当にあの、よくね、あの、二人さんのところに、ルーズの名前です、うん、もう本当にあの、たくさんありすぎて、ご紹介できないくらい、ね、出ない、まだまだたくさんあります。はい、あとあのホワイトデーのクッキーなんかもですね、こちらで置かれたりするんですけど、でチョコレートのバレンタインデーの後はホワイトデーですね、男性の皆さん、女性の皆さん、両方楽しめるですね、お店ですね。あとクッキーですね、マカデミアンクッキー、これよくあの私ハワイに行った時にマカデミアンクッキーを食べたことあります、ね。それからバター絞りクッキー、これとですね。で、皆さん、この今のなっちゃんのキャラクターになっている、うん、美味しそうな焼き菓子ですね。かわいいですよ。今、2個入り、もう200円です。ぜひですね、店内、ね、まだあのたくさんイベントがありますけど、まず最初に2月14日、バレンタインデーがやってまいりますので、皆さん、このたくさんのですね、チョコレート、それからケーキ、見に来てくださいね。はい、じゃーん。はい、こちらが、深見さんのところで、とても美味しいショコラマカロンです。はい、今から早速ですね、食べてみたいと思います。お楽しみ、いただきます。サクサクしてます。皆さん、表面がですね、サクサク感がありまして、中にチョコレートがたっぷり入ってます。美味しいです。これあの、ね、マカロンと普通のマカロンとちょっと違うんですよ。表面がサクサクしてますよ。色がね、なんか本当にバレンタインデーにぴったりですね、チョコレートです。こちらはマドンナですよ。
とコメントが出てます。とっても素敵ですね。はい、それではですね、この中に入っているチョコレートをですね、ちょっといただきたいと思います。カシューナッツとかアーモンドとかですね、たくさん入ってますね。いただきます。口の中に入ったらですね、口どけ滑らかなんですよ、チョコレートが。本当にシュルッとして、とっても美味しいですよ。チョコレートの味がですね、本当にマイルドです。もう一口いただきます。音が聞こえますか？美味しいです。これでなんかたくさんあってですね、噛むためにサクサクなんですよ。ねえ、美味しい。美味しいですね。男性の皆さん、はい、この送られる時にはですね、はい、中身宝石のようなチョコレートをですね、一番先に食べてみてくださいね。外の方のこのヒールの部分は飾っておかれてるでもいいと思います。楽しみです。はい、今日はですね、本当にチョコレートをですね、堪能させていただきました。本当に美味しかったです。はい、ありがとうございます。北見さんのお話をたくさん聞かせていただきました。本日本当にありがとうございました。ありがとうございました。